オレンジの光。こんばんは。今日は短めで終わります。ギフトありがとうございます。クマありがとうございます。思ったよりも加湿器の音が鳴る。これを使ってます。こんばんは。こんばんは。女優ライトはだいぶ前です。だいぶ前に届きました。アナキンお疲れ様でした。あ、1週間お疲れ様でした。声ですか。え、声どう？わからん。まあ普通やと思うけど、普通に歌ってなかったから歌えるかって感じです。明日絶対下手な気がする。まあまあ
メイクかわいいですね。メイクしてないです。素がかわいいってことですか。くよ、待ってる。こんばんは。まあ高い声、高いとこでんかったらちょっと気まずい感じ気まずい感じになりますけど、まあ頑張ります。チリパ今日聞いてください。聞いてください。私の卒業話スペシャルって感じ。聞いてね。久しぶりの公演アピールしてくださいね。まだ髪の毛乾かしてないくてきたき隠しとるんだけど、なんかモフってなる。ナイス。チキサイン会はそうですね、参加しないです。そういう系、実感系か分からんけど、どうですか。するんです。1枚目は参加しないのでね、チェキ会もないんですけど。まあグッズとかは出ると思うのでね、それとかぜひ
ゲットしてください。ジェラピケのパジャマです。ジェラピケのパジャマです。ギフトありがとうございます。11枚目の話し会ワンチャン参加するみたい。参加しません、参加しないです。ここは区切りよくアルバムまでと決めているので、11枚目のシングルの CD に声は入ってないのでね、その CD を皆さんに買ってもらうことはできないです。なので何も参加しないっていう感じになっています。ハートありがとうございます。え、そうですね、ライブとかそっちの方ぜひ。やばい。12日申し込んだクリスマス、クリスマスか。ありがとうございます。リアルお話し会休み確保して会いに行きます。ありがとうございます。お待ちしてます。12月15日のあーキングさんのとこの、え、あれもどう、あれもなんか出れない気がしてきたけど、どうなんですかね。わからないです。こんばんは、こんばんは。あれはでもレッスンしたんです、覚えたので出たい、まあ1回ぐらい出たいっていうあれはあるけど、どうなんですかね。
ハートありがとうございます。ポップアップストア NEC、 何それ分からん、見てない。2700日、いけそうじゃない、そうなのから、本当に何ももう1ヶ月ちょいのことなのに何も決まってないのでね、本当にわからないですけどすいませんギリギリにならないとわからない。どうもありがとうございますルームフォローお願いします。こんばんは。あ、そういうことね。大丈夫ですよ、マキさんもたくさん申し込んでくれてると思うの、大丈夫です。ギフトありがとうございます。こんばんは。10年後のどうなんですかね、分からないです本当に本当に分からないですよ。じゃあわしのわしのこれからも決まってないから、まだそう全部大人のせいってわけじゃないですよ。わしのこれからも決まってないので本当に。ほんまにな、どうどうって感じです。
明日見に行きます。ありがとうございます。あ、パソコンの CM、 あ、わかる、パソコンの CM わかるよ、見たことある。こんばんは。成人式イベントいつするの？あ、もうなんか成人式イベントは成人の日だと思いますけどね、多分ギリギリにならないとそれもお知らせは出ないと思うのであれなんですけど、成人式イベントは成人の日だと思います。1月いつかいね、13だと思われます。こんばんは。神田明神、神田明神、神田明神行けなくなったね、悲しい。なんだっけ、五穀神社。五穀神社ですね。ギフトありがとうございます。成人式の日、それに人生かけてる。そんなことないけどね、別に。別に。振り袖はだって何回も着れたし、そんな人生で1回とか2回とか着れるような珍しいものじゃなかったし、生写真とかね。1月の生写真も着させてもらったしって感じだけど、こだわりは詰めました。こだわりは詰めましたね。ていうか一目惚れ、もういろんなのめっちゃ見に行ったとかじゃなくて、普通にあ、カタログが家に届いてこれにするって感じ。
なんか段階、加湿器の段階5段階あるけど別に変わらん1やけんって音が小さいわけじゃない。鮮度から大体伝わる振り袖来ましたよ、前撮りで前撮りでママのためにばあちゃんが買ったっていう、なんかいい振り袖も来ましたけど、それは前撮りだけなんでねこっちの方はでもいっぱい写真撮ってるんですよ。本番では着ないやつっていうか前撮りのためだけに着たやつやけん、いっぱい写真撮ったけど、これをいつ出すかというか出すタイミングわからぬって感じです。最近ついてないから神社に行く。そうなの。アイスは逆ですね。パワースポットといえば。自分にパワーもらえるみたいなパワースポット系めっちゃ探してますよ今まあ神頼み系これからの人生神頼み系、家に置いてある仏様を家にいる仏様めっちゃ綺麗にしたし、めっちゃ磨いた、めっちゃ磨いて、とりあえず家の近くの神社行ったよね。何もない、初詣とかじゃないけん何もやってないけど、おみくじ引いたら大吉でした。来たこれって感じ来たこれ、メールで送りましたね。あとはパワースポット行きたいですね。神社、神社っていうか何でもいいんですけど。パワース
スポーツ行って、そんな感じ。ついてないって思ったときはいかんね。ついてないって思ったときは自分でなんとかできます。気合いやろ、気の持ちよう、スピリチュアルとか信じてない系なんで。あと霊がついてるとかもあんま分からんもう分からないタイプなので、ついてないっていう時はもう自分の気の持ちようでなんとかします。ハートありがとうございます。占い、いい結果だけを信じるタイプ。そうですよ、そうです。普通に占い行ったけどそう、一対一対面系の、ほんまにどうしようって悩んでた時に占い行ったけど、結構なんか話してもらったこと覚えてないって感じはい、結構覚えてないです。全然外れたこと言っとるなって感じでもなかったけど、まあ信じたことは信じたことは、この2024年今年中に新しい何かに挑戦することはとてもいいことみたいな、挑戦の年みたいな言われたので、まあそれも信じたというかそれも、あ、なるほどっていう感じにはなりましたね。なるほど。占いはでも好きですよ。占い嫌いな人おる。でもやりすぎてもよね。いろんな人に聞きすぎてもなんか。わからんくなる系じゃない。悪い結果ってどういう系？なんかピンポイントでも当てれるやつもあるじゃん。突然ですが占ってもいいですか？来年の11月あたりに事故に遭いますとか言われて、めっちゃピンポイントで言われたら気をつけれるくない？え、ありがとうございますって感じじゃない？
悪い気かというというのよ。推し活動をしてませんでした。活動チェックしてきました。ありがとうございます。ありがとう。フォローしました。ありがとうございます。マジでもいつ行った、いつ占い行きましたとか話してたっけ。もういつ行ったかもマジで覚えてない。結構遠くまで行ったんだよ。広島県だけど、本通りとかそこら辺でやっとるやつとかじゃなくて、なんか結構いい感じらしいとこ行ったんです。4月だ。4月に行ってますね。なるほど。半年は経ったんだな。赤すぎん、赤すぎんか。豆っていうか普通にスケジュールカレンダーに入れとるだけ。この日に全然仕事以外のことも書いてます。7周年のレッスンとかがあった間の1日空いてる日に入れて、
言ってますね。もう映されてるんですよ。映された風なんだけど、まあいけます。薬で抑え込みました。うん、けどその山口鼻だれ終わってから、うん、鼻水やばすぎてって感じやから、歌ってないのね。やばいですね、明日。ちょうど1週間。目標はパワースポットを見つける。今月にはどっか行きたいですね。パワースポットを見つけてそこまで行ってお願いしたいです。頑張ります。12月になるとでかい。え、そう？やばいやん。マジ今月やん。うん。それ目標ですね。今チリパン喋りたいぐらい。目標だったから。まあ、チリパは、あ、もう終わった。違うこと言ってるんですけど、今はパワースポットを探していくっていう目標にします。では、そろそろ終わりたいと思います。13位ひとりごとさん、12位バンジェラさん、11位福尾さん、10位星みつさん、9位キズナックさん、8位わたるさん、7位ココアリ大地期成人、6位まさむねさん、5位ひろたんたん、4位やすべえさん、
3位キモツンツン、2位ソウちゃん、1位はドゥルルドゥルルんダーンマキさんです。ありがとうございます。明日は花だれ公演お待ちしてます。ユーツンの生誕祭とアイコちゃんのラストなので頑張ります。見てくださいね。